YouTube YouTube 夢をつかめ YouTube ウィーンということで決まりました。本日も俺たちのチャンネルのお時間でございます。今回はですね、ある噂を検証したいと思います。その噂は何なのかというとですね、このイヤホンあるでしょう、イヤホン、このイヤホンを鼻にぶっ刺して音楽を流すと口がスピーカーになるっていうね、そういう噂があるんですよ。これちょっと僕本当かどうかわかんないんだけど、渋谷ジャパンがこれね、なるらしいからやってみてって LINE に来たんですよ。だから今回ね、ちょっとそれを試してみたいと思います。イヤホンをね、鼻にぶっ刺すのちょっと嫌なんだけどね鼻に刺した後耳にね、また戻すのもね、あれなんですけど、ちょっとやってみたいと思います。これ単純に鼻にぶっ刺して口を開けたり閉じたりすると、閉じてる時は音が鳴らない、開けると音が口から流れるんですよ。で、今回はやっぱりね、 YouTube なんでね、 YouTube のテーマソングをね、ちょっと口からスピーカーで流せるかどうか実験してみたいと思います。それではまずはじめ、鼻にイヤホンぶっ刺します。はい、間抜けですよね、これアホ顔になりますね、これはい、すっぽり入った、はい、できた。これで完全に音が密閉されたはず。これで YouTube のテーマ曲流しましょう。ヒカキンさんとセイキンさんの音楽流して、ちゃんと口がスピーカーになるのが、はい、これね、ちょうどサビのところまで進めていたから、いくよ、大音量、ということで、ね、もっと激しい曲であれば違いがわかるかもしれない。ということで次はマキシマム・ザ・ホルモンのね、激しい曲 F でね、ちょっとやってみたいと思います。それではいきます。まず口閉じた状態からいきますよ。よーい、スタート。いやまあね、だからこれを使う時としては、パーティーとかで、ああみんなで曲聴きたいのに、あのスピーカーないやって時は、もう誰かの鼻にぶっ刺してね、誰かの口をスピーカーに使ってください。でそうすればね、ちょっとはみんなでね、その人の口からね、ああ歌が聞こえるって、ね、ダンスパーティーが盛り上がりますから。ということで今回の検証結果、嘘ではないが、スピーカーほどの大きな音には増幅されないということでございました。ぜひ他にも検証してほしい噂や都市伝説あったらコメントに書いてください。それではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録もよろしく。それでは、バイバイ。